東急3000系3101編成が性能確認試運転を行いました。東急電鉄は、今日22日、3000系3101編成を、田園都市線で性能確認試運転を行いました。東急3000系は、目黒線で、2000年に営業運転が開始した車両です。今回試運転が行われた3101編成は、相鉄線との直通運転に向けて、初めて8両編成になった車両です。今年6月末に中間車が増結されて以降、試運転が続けられており、運用には復帰していません。そして、相鉄防護無線が設置され、今日22日は、性能確認試運転が田園都市線で行われました。東急電鉄によると、2023年3月の、新横浜線、相鉄線との相互直通運転開始までに、3000系全13編成を8両編成化する計画だということです。これで、10月22日の KAB ニュースを終わります。